こんにちは。ビットコインの購入なんですけども、そうですね、コインチェックとかビットフライヤーでいいんじゃないかなと思いますね。こちらの方で販売所と取引所っていうのがあります。コインチェックの中の販売所取引所で、ビットフライヤーの中の販売所取引所で、実はですね、販売所で買うと結構高いんですよ。例えばビットコインを1枚買おうとすると4万円ぐらいの手数料がかかるんですよね。すごいでしょ。でもこれを取引所で買うとね、同じコインチェックの中でも取引所で買うと多分ね3000とか4000円なんですよ。でもちろん1ビットからしか買えないわけじゃなくて、 0.1 ビットとか 0.01 ビットとかでもよろしいかと思います。まあ、ですんでね、予算に合わせて1ビットじゃなくてもね、少しでも例えば1万円だけ買うとか2万円だけ買うみたいな形でもいいんじゃないかなと思います。ちなみになんですけども、モッピーっていうポイントサイトを使って DMM ビットコインとかで、契約して、そこで、買うとですね、なんかポイントバックもモッピーからいただけるんで、まあ一番賢い買い方なんじゃないかなって思いますね。その他にも A8 ネットを使ったり、 GMO ビットコインですか、 GMO.com かな、何だったかな、 GMO ビットコインか、そういうところで買ってもポイントがついたと思うんで、いろんなポイントサイトを比較して一番いいところでご購入、口座開設とご購入されたらいいんじゃないかなと思いますね。参考にしてみてください。それからですね、あの J コスメのことですけども、 J6 っていう会社がですね、グループ会社で新極真っていうところのスポンサーを、まあ、長いことやってたみたいですね。で今新極真がどうなったのかちょっとわからないですけども、最近は試合もあるのかな、テレビ放送とかも以前はされてたみたいですけども、ちょっと私の方はテレビの方をね見てないんで確認できてませんけども、そのスポンサーとしてね、デカデカと広告を出してるところの映像っていうのは何回か見たことがあります。これからもね、ちょっとこういろいろ注目していきたいと思いますんで、また動画の方をね楽しみに待っておいてください。では。